トン。チェス。あ、ついおい、ついきサーブでーす。お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。 KOB サーティーファイナル、サーティーファイナル終了、終了した。いやどうもお疲れ、お疲れ、チェスさんお疲れした。マサキ君もお疲れした。アホみたいな KOB ウィークが、アホみたいだったよね。アホみたいでした。先週スタート、そうイベントがスタートして、そうね、金曜日だもんね。やば、早っ。1週間しか経ってないのか。確かに。でもまあ早いよね。早い、確かに。怒涛だったな。怒涛でしたね。海外勢もみんなもうこれで帰ったかな。今日で帰った。帰った。今日でみんなゲスト系も帰りまして、はいはいはい、無事大きな問題なく、大きな問題はなく終了ということで、はい、はい、問題はいっぱいあったな。問題あった。いい、まあまあまあ、まあ、あったね。しょっぱなもね、しょっぱな。ジャッジの一人がパスポートを忘れたって言った。一番大事やん。パスポート忘れるかな、海外行く。海外に行くときに最も必要とされるものよ。だよね、うん。一番気にするよね。うん、忘れる。そんなこと？ある。いやだからドライブ行こうって言って車の鍵忘れてるのもう。いやまあまあそういうこと、まあまあまあ、そういうことだよ、うん、ダンスするって言って靴持ってきてないみたいな。あ、ちょっと踊れるな、踊れるな。それだと踊れる、踊れるな、うん、だからまあ言うたらそういうことだよね。レッスンやるって言ってこう iPhone 忘れるみたいな。まあいけるな。いけるか、いけるか。ダンスで例えるの難しいな。いけるか。こちらだからダンスって意外と何でもできちゃうんですよ。確かに。中でもいけちゃうから。ダンスやるって言って体を動かしてダメ。それはまた意味が違う、変わってきちゃう。パスポート忘れて、来れなくなって、なってね。決定の前も飛行機なんか乗れなくて、乗れなくて、チケット取り直して、もう一人のジャッジもチケット取り直し、うん、何やってんだよみんな。マジ。しっかりしてくれ。アフターパーティーマジで死ぬかと思った。だって2日間 MC やって声がおかしくなっちゃった。いや2人やばいっすよね。おかしくなっちゃったけど、まさにそれでアフターパーティーも MC やってるの大丈夫。いやもうでアフターパーティー終わるじゃないですか。違います、問題次の日。次の日 KOB スペシャル、ありましたね。キープオンバックスペシャル、はい、毎月あのやってる練習会があるんですけど、うん、海外のみんな来てるからその日限りの、はいはい、日本 VS 海外みたいな感じのバトルとか結構あって、はい、スタジオ着いたともにこれ何時で何時で何時でやるからでマイク渡された時、俺もお前殺す気思うやってトモあまさきこれだからこれでって俺とスタジオこいつやべえと。いやお疲れ様でした。さっきほぼ全イベント MC やったもんね。いや本当ね、2日も3日も4日もよく全部やってたね。全部やってた、全イベント MC がやばいね。トラのこれはすごいわ。トラからやった。いや確かに確かに確かに、5個のイベント。うわもう MC じゃん、 M リーガーじゃん。M リーガー、 M リーガーでしょ、 M リーガーじゃん。ということで、まあ終了して、はい、ディリーディリー、なになに、忘れちゃいけない、忘れちゃいけない、忘れちゃいけない、ディリー。なんかちょっと早い、早いて、早いよ。14日に、14日水曜日、うん、ガチで言ってんのかよ、ガチで言ってんのかよって思うじゃないですか。28年末今年まで、ね、あと2本ある2本なんだよ。そうそうそう、2発あるから試合が。そうよ、もう次の14で終わっていい。確かに。実際ね、年末28はみんな、ね、帰省とかあるでしょ。だって他の結構地方の子多いじゃないですか。そうそう、ね、みんな会場いないんじゃないですか。D リーガーもなんか帰省するんでみたいな、帰省優勢なんで、優勢なんだよ。ありそう、帰るんで、うん、すいません出れませんみたいなので、ほぼ危険で、うん、勝てるかもしれない。俺は東京周り多いから。ああ、でも勝てんじゃん。日か帰省して。あ、そうか、日か帰省する。ヤマト、ごっちゃん、あ、ダメだ。意外と、ああ、ダメだ。意外と足んないわ。うん、SP で13出せばかる。13、北海道帰る。ああ、ダメだ。ラウンド3からこの方に行くまで、まあ1ヶ月ちょい空いてたからさ。はいはいはい。この感覚がね、だから、あと
1個で終わりなんじゃねえかというか、いや1ヶ月に1本ぐらいなんじゃねえかって思ってたけど、マジックにかかってたけど、実はリリーも最初から歌っていくから、2週間に1回通常運転、ね、通常運転だからさ、これが普通なのか、これはずっと続くわけですよ。来年もな、早いからな、一発目早い、まあ、ありがたいことですよ。ありがたいことです、ね、うん、14日ということで、14日、うん、28、はい、18時半からおい D リーグラウンド4とラウンド5がまだ残っているということ で、うん、次はラウンド4がありますということで、まうん、皆さんぜひあのオーディエンス投票というね、いやありますね、投票システムがありまして、うん、あのアプリで無料でできますの で概要欄にアプリのダウンロードリンク貼ってありますので、はい、ぜひ見ていただいて、はい、応援していただけたらなと、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。大ちゃんも疲れすぎて帰りました、ね、あいつも帰ったね、疲れてる、ね、まあてかダシキさんもな、前日予選、うん、まあまあスタッフやってて予選とダシキってしゃあないとか、はい、一旦お休みって、一旦お休みです、はいはい、でまたね、あのちょっと落ち着いたら通常企画に取り始めたいな、確かにちょっと止まってるんで、はい、うん、復活させていきたいと思ってますね、はい、引き続き、うん、応援の方お願いします。お願いします。はい、まあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう終わり終わり終わりで終わり、ここから本番だよ。はい、ということでこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、あ、大地の大地の文化がいないですね、ぜひよっか、コメント、はい、じゃあコメントちゃう、コメンさん、結構1個上いたすね、肘。それでは次の動画もお楽しみに、またね。いけない、こら。ひねり上げられた。柔道の上げ方されたもんね。お前の脇に余白があるんだもん、だって。掴みやすい。これ掴みやすい。髪型セットするの。